本日もご覧くださりありがとうございます。私のまずはお知らせからさせていただきたいと思います。5月17日夜に池袋エンタメ横丁にてライブがございます。情報は追って SNS でお知らせさせていただきますので、ぜひチェックしていただけると嬉しいです。そして二階健さんの写真展赤いろうそくと人魚で使用された館内 BGM赤いろうそくと人魚のオリジナル CD をネットで販売させていただいております。そちらは東京ボーダーレス TV のサイトや SNS で詳細をチェックしていただけたらと思います。それでは本日のゲストさんに登場していただきたいと思います。本日のゲストさんはアーティスト音楽制作ユニットとして活動しているルピナスの2人です。はい、よろしくお願いいたします。ルピナスのグッキーとちのです。はい、本日は素敵な番組にお招きいただきありがとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。お二人とは実は1月28日のライブの時に共演させていただいておりまして、次の5月17日のライブでも共演させていただくということで、ありがとうございます。ありがとうございます。とても楽しみにしています。私もすごく楽しみにしてます。ではそんなお二人に、まずはルピナスっていうどんな意味とか願いが込められているんですか？はい、ルピナスっていうのはお花、花言葉でですね、品欲、想像力、あなたは私の安らぎっていう意味がありまして、私たちアーティストでもあり音楽でいろんな音楽を作ったりとかっていう、ね、こともしていたりとかするので、音楽を通して人々を癒せればっていう、はい、ところだったりとかっていう感じですね。音楽制作ユニットってなかなか珍しいなって思ったんですけど、今日はそんなお二人に4つの質問をさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。はい、します。ではまず1つ目、お二人のルーツについて、まずはフッキーさんから、はい、僕3歳に両親、母親がピアノを習わせてくれたことがきっかけで音楽始めたんですけど、そこからおことやったりギターやったり、中学校くらいからオリジナル曲作ったりいろいろしてて、本当に全然オープンにしていることなんですけど、生まれた時から全く目が見えない状態で、でもうちょっと分かりやすく言うと、寝る時に皆さん目をつぶるじゃないですか、あれがずっと状態で、そうするとやっぱり目が使えないから結構音に集中するってことで、もう音楽って、ね、音が中心の世界だから、こう楽器がおもちゃみたいな感じでいろんなことを小さい頃からやってて、であれよあれよって間に、なんか音楽27年間ぐらい続けてるなって感じで、そうですね。なので本当に音が大好きで、自分を素直に表現することも大好きっていうので音楽を続けています。そうなんですね。私グッキーさん そのギターの演奏を、そのライブの時に聴かせていただいたんですけど、はい、この方すごいギター上手って思って、このライブ終わった後にお声掛けさせた、お二人にお声掛けさせていただいて、名刺をお渡しした時に、チャンさんがほら名刺をあげよって、そうそうそうって思って、その時に初めて盲目の方だっていうことを知って、すっごい驚きとあ、ごめんなさいっていうのと、もうなんかすごい尊敬、すごいすごいすごいってなっちゃって嬉しい。しかも琴とかも弾かれるっていう、上手なんですよ。驚きをすごいマルチな、マルチさん、ありがとうございます。ちのさんはどうしてこの活動を始めたんですか？そうですね、なんかもともと私も5歳から一応ピアノはやらせてもらってて、でも私もそんな真面目じゃないので、なんだろう、自由に音楽をやりたいっていうのがあったりして、譜面通りに弾けない子だったんですよね。でちょっとバイエルとかで挫折をしで、その後にピアノがなんかできないなっていう時に違う先生に拾っていただいて、その先生結構自由に音楽をやらせてくれる先生で、 J-POP 弾いたり、あと自分で作った曲も弾いて歌っていいよって言ってくれる先生で、結構そこでですね、いろいろ自由にやらせていただいて、はい、でそのうちに
高校ぐらいからですかね、作曲とかもするようになって、まあ、ピアノ1本で弾き語りとかをするっていう活動をずっとしてたんですけど、ちょっとこの10年間ぐらいはですね、仕事とかに忙殺されてしまって音楽ちょっとできなかったんですけど、昨年ぐらいからちょっとライブの機会とかサポートの機会とかをいただいて、まああの活動していくうちにちょっとグッキーと知り合いまして、うん、まあちょっとユニットをやろうみたいな感じでですね、ちょっと最近は音楽活動楽しいななんて思いながらやらせてもらってます。はい、サポートをする中でお二人お知り合いになったんですね。そうですね、普通のね友達がいて、ね、そうですね、うん、でなんかサポートしてみたらお互いの音好きだなでいろいろなんか話してみたいって言ったら、で好きなアーティストケミストリーの二人が好きなんですけど大ファンなんですけど、すごい共通してるとか、ね、あともっとびっくりしたのがその作る曲の、うん、そのジャンルだったり、うん、好きなコード進行とか刺さる、そう、そういう音のなんか動き方とかそういうのも共通してるなっていうのがあって、で一緒に音楽やってて楽しい、でちのちゃんのサポートさせていただくようになったら周りの方からえユニットじゃなかったの、すごい息ぴったりだったんだけどお声いただいて、あだったらもうユニットやっちゃうってなってルピナスを結成しました。いっぱい補足ありがとう面白い結成理由ねありがとうございます、ありがとうございます。じゃあ2つ目の質問に行きたいと思います、はい、音楽制作のこだわりありましたらお願いします。でもやっぱり何でしょう、最近アイドルさんの曲とか、うん、結構打ち込みの音源、うん、すっごく華やかでねいいなと思うんですけど、やっぱりちのちゃんも僕もピアノ弾けるっていうことで、うん、生演奏にはこだわるかなとか、うん、だからでそれでちょっと嬉しかったのが、なんか1週間ぐらい前にこうライブにちのちゃんと一緒に出演させていただいた時にお客様から結構あのオケのステージが全部だったんだけど、そんな中で生演奏を聴けて本当よかったよ、温かい気持ちになれたよっていう言葉をいただいた時に、あなんかよかったなって、生演奏できてよかったなって思って、うん、嬉しかったよね。そうそうそう、なので結構生演奏にはこだわってるかなって。います、うん、一緒ですね確かに近いですね。そうですよね、生演奏がいいなって思うので、わかります、一番伝わる、なんかそう、ね、なんて言ってるんですかね、表現できる音っていうか、同じ曲を歌っててもその時々でやっぱり違ったりとかするので、あーすごい生き物だなって思う。そう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 、いいですよね、はい、そう、私も大好きです、土野さんに質問なんですけど、はい、すごくパワフルな歌声が魅力的だなって思ったんですけど、うんうん、はい、歌っている中でのこだわりってありますか？確かに聞いてみたいそうですね、なんかでも私も歌ボイトレに通ってた時期も実はあってですね、その先生によく言われてたのが頑張りすぎって言われるのが結構あってですね私もなんかわーって歌ったりとかするの大好きだったんですけど、まあ年齢っていうのもあるかもしれないんですけど、やっぱりその時はわーって歌うのって聞いても疲れてしまうっていうのはやっぱりあって、やっぱり抜いたりとか力を入れたりとかっていう抑揚だったりとか、あとやっぱり自分が楽しく歌いたいっていうのもやっぱり自分が楽しめないと相手も楽しめないみたいなのがあるので、やっぱりなんかそういったところで、まあさっきの癒しっていう話もそうなんですけど、なんか元気なところとか、まあ元気なところで自分自身も元気になりたいし皆さんも元気にしたいみたいなところはすごく思ってて、だからそういったところで なるべく最近は力まないように、まない、はい、楽しく歌いたいなって思ったりしてます、はい、ありがとうございます。3つ目の質問になります、はい、心安らぐ場所、集中できる空間、集中できる空間だと僕、うん、あまり広すぎるとことか、うん、あとこうざわざわってしてて、うん、いろんな音が聞こえてくるとこがやっぱ苦手、うん、ま、目が見えないってことでこう、うん、耳に多分たくさん集中してるんだろうなっていうのもあるんですけど、うん、ちゃんとこう4つ壁があってあ囲われてる、うん、あここはなんかこう1人とか2人とか何人なんか少ない人数でこう集中できる場所だ
みたいなのがあるとすごく安心する。なので1日1回やっぱりあの会社とか行ってもお手洗いの個室に行くとあ安心するなみたいな日常の中で、ね、そう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 、わかるわかるありがとうございます。じゃあ最後に今後の今後挑戦したいこと、うんうん、じゃあここはちのちゃんか私振られたじゃあちのさんお願いします、はい、そうですね、まあ私たちもまだ結成して間もないというか本格始動するのがもう4月からで、まあね、頑張っていこうってとこなんですけど、うん、やっぱり他にはない特色っていうのを多分持ってて、その音楽を通して皆さんを幸せにする、私たちも楽しむっていうところもありますし、あとは制作面でも、うん、あの音楽を届けたりとかいろんなことができるね、なんかユニットになっていけたらななんて思ったりしております。僕も同じ本当同じなんですけど、うん、個人だとやっぱできることってね、うん、限界あるかなって思うけど、うん、ユニットだったら、ま、2倍とかもっとそれ以上のこと、うん、一緒にそれこそハッピーもシェアで2倍以上になるしとか、うん、であとやっぱ僕とちのちゃんの強みっていうのが、うん、もちろん演奏してサップあの楽しめる、うん、音楽をすごく体と心で楽しめるっていうのもあるんですけど、うん、2人とも制作できるし、うん、2人ともあの Mac のパソコンを使っててロジックフローっていうそうあれを使ってて、うん、こう一緒にシンガーソングライターとしてももともと1人ずつでやってたのでそれが2人合わされてやっぱりいろんなことできるし楽しいっていうのもあるので、うん、なんかこうそうで、あずささんが最初に紹介してくださった通り制作チームね、うん、してもなんかいろいろやっていきたいし、あと音楽ってこんなに楽しいんだよっていうことをなんかお伝えできたらなって、それは自分たちの演奏を聴いてもいいし、なんかこうどうやって音楽楽しんでらっしゃるんですかって質問していただけるともっと嬉しいしみたいな、うん、欲張っちゃったけどいろいろねでもね欲張っていろいろやってみよう、ね、そうそうそう今後の活動に期待ですね、うん、はい、ありがとうございます、はい、じゃあ、はい、こちらを最後にご紹介します。はい、ですね、まあ、活動間もないですがいろいろライブに出させていただきます。先ほどねあの案内していただいた5月の17日、池袋エンタメ横丁にてこちらも出させていただきまして、今日共演ではないけど対バンですね、はい、楽しみにしてます。はい、で5月の、21日と6月の18日が飯田橋のスペースウィズっていうところも、こちらもライブハウスなんですけど、イベントライブに出させていただきます。あと6月の28日が池袋オンリーユーっていうところで、こちらもイベントに出させていただきます。実は28日はなんかあのグランドピアノも常設してあるところなので弾けたらいいよね。はい、その他の情報とかも、SNS とかで発信していくのでチェックしてもらえたら嬉しいです。お願いします。お願いします。はい。最後に私の番組の困るのなっていうポーズがあるんですけど、うん、はい、一緒にお願いしてもいいですか。はい。いきます。こういう感じです。そう、あと合っていきますよ、はい、せーの、ほんまれのま、はい、ありがとうございました。東京ボーダーレス TV